東方新規チャンミン、最近は二日酔いからの回復が遅い5年ぶり、すっきりスタジオ生出演。東方新規が14日、日本テレビ系すっきり一月金午前8時に,に登場し、約5年ぶりの同番組スタジオ制出演を果たした。MC のお笑いコンビ、極楽トンボの加藤浩二から、どんどんかっこよくなるね。年を重ねるたびに、と言われると、二人は、 お二方もかっこいいです、と褒め返した。この返答に加藤は、そんなこと言えるようになったんだね、と感心した。さらに最近の二人について加藤が質問すると、チャンミン、34は、体力もそうだし、最近は二日酔いからの回復が遅い、と意外な回答にスタジオを笑わせた。スタジオでは、 恒例となっている同番組出演者との対決で最終決戦が行われ、この日は卓球対決でスッキリチームが勝利。加藤は、東方新規の二人となると、ダチな感じがして嬉しいんだよね、と笑顔を見せた。また、罰ゲームでは中や魔金に君のパワーを見せ、優しいパワーに加藤も、俺らの知ってる金に君とは違うな。おしゃれなパワーだもんと爆笑した。